お疲れ様でした。まあ、二条線のレース終わった直後の場内の盛り上がりが素晴らしかったんですけど、聞こえてました？まあ、やっぱり難関でラインで上位の戦できたので、そこは良かったです。松坂さん、堂原さんとで、ね、あれだけ2周突っ張ってのレースなので、気持ちの入り方やっぱり違いました？まあ、そうですね。自分の走りもできたし、その中でラインで勝ち上がった。良かったですね。その中だいぶ冷静だったんですが、あの上がりタイム見るとこの22秒8の1周で11秒3結構丁寧に、うん、まあ、綺麗に走れてると思う、うん、今のところはいいです、うん、その特選で先行した部分からの修正というのがうまく、まあ、そうですね、長い距離踏んで自分の足とバンクと感じることができる、うん、まあ、それが今日に来たかなと思います。あの松坂さんみたいな明るいキャラクターの人がね、あのゴール後にちょっとね嬉しそうな姿見て、なんかこうジーンとくるものが、ね、若干あるけど、まあ、やっぱりラインで決まるってことが一番嬉しいですし、うん、まあ、それが良かったですね。まあ、1日休みになりますけど、もちろんこれプラスになりそうです。あの、しっかりケアと準備をしたいと思います。また楽しみな準決勝待ちたいと思います。ありがとうございます。